皆さんこんにちは。今日は葉山にある神奈川県立近代美術館で開催されている貝の道展に行ってきました。この展覧会は大阪の国立民族学博物館が所蔵する34万点以上の資料の中から約160点の貝細工を紹介する展覧会です。特に重点が置かれているのは宝貝を使った貝細工の数々、貨幣の貨や財産の財などお金にまつわる文字に貝という字が使われているように、古くから宝貝は中国、東南アジア、アフリカなど広い範囲でお金として使われてきました。例えばニューギニアの高地では小さな宝貝4個が豚1頭に匹敵したと言われています。また形が女性器に似ていることから多産や豊穣、霊的な力があるとされ、儀式の道具や神々の像に使用されました。つまり宝貝で飾られたそれらの道具は、現代人の感覚で言えばダイヤモンドで装飾されているのと同じぐらいの価値があったのかもしれません。ちなみに日本における宝貝の一大産地は沖縄ですが、日本では貝を使った儀式の道具はあまり見られないとのこと。宝貝は内陸や山岳地帯に行くほど珍重されたことを考えると、浜辺に行けば簡単に宝貝を見つけることができた日本人にとって、それほど価値を見出せるものではなかったのかもしれません。アフリカのセクションで印象に残ったのは宝貝で装飾された仮面の数々です。シンプルでありながら顔の特徴を的確につかんだ仮面の造形は見るものを引きつけてやみません。20世紀初頭、ピカソほかヨーロッパの前衛美術家たちがその美に魅了されたのも頷けるものがあるでしょう。アジアのセクションでは布に貝を刺繍したようなさまざまな作品を見ることができます。特に美しかったのが台湾の、サンチモンという山岳地帯に住むパイワン族のドレス。貝をビーズのように使ったとても色鮮やかな衣装です。またオセアニアのセクションでは、貝に貨幣の貨と書いて貝貨と読む数々の貝のお金を紹介していました。宝貝に限らず希少性のある貝はお金として塩や石器の原石、タバコ、豚などと交換されました。パラオ諸島から運ばれた白蝶貝は1枚で結納金相当の価値があったということです。Google で検索すると、現在の日本の結納金の一般的な相場は100万円だそう。そう考えると、白蝶貝1枚で大変な価値があったことがよくわかります。大阪の国立民族学博物館と神奈川県立近代美術館による貝の道展は、民族学の分野をアートの視点で見ることによって、人間の生活と芸術がいかに密着していたのかということを知ることができます。と同時に、民族学と美術の考え方の違いを見ることができるのも興味深いところ。例えば美術や考古学の分野では、絶対に欠かせない作品の制作年代の表記はありません。代わりに研究者が作品を収集してきた年が記載されています。それらは気づいたらあった。気づいたら一緒に生活していたというものだったため、いつ誰がそれを作ったのか特定することができないのです。目の前に海が広がる神奈川県立近代美術館。古くからこの地域の人々は海と共に暮らしてきました。その海が時空を超えて作品とつながっていると考えると、ちょっとロマンチックですね。貝の道展はそんな葉山の近代美術館にぴったりの美術展だと思いました。